こんにちは、浜名湖畔です。花高町のオスは巣から8時ごろ出てメスを求め営巣地を飛び回りますが、天候が悪化して雨が降り始めると巣に急いで戻ります。緊急避難ですね。状況を見てもうろたえて巣を探していますね。花高町のメスは草種目のハエ、アブ、虫引きを捕らえて幼虫に与えますが、花高町のメスが幕種目のハチを狩りして持ち帰ったのを見たことがまだありません。草種目と幕種目はよく似ています。外観で見るとハエは羽が2枚、ハチは羽が4枚です。どこで花高町は見分けているのでしょうか。よくわかりませんが、花高蜂は草種目と幕種目を頭部、顔で見分けているようです。でも幼虫は判断することができず、どちらを食べても成長します。ではなぜ花高蜂のメスは幕種目の蜂を幼虫に与えないのでしょうか。幼虫に蜂を与えると刺されて幼虫が死んでしまうかもしれません。まだ試したことはありませんが、与えるときは針を取ってから与えています。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。